元気です。台風でなんかとんでもないことになってるみたいだけど、皆さん安全なとこにいますか？大丈夫ですか？おばあは一応安全なとこにいます。それでは今日は猫のチャイちゃんの絵の続きを塗りたいと思います。このネイル、ダイソーで買った水彩ネイルパレットの絵、すっごいキラキラでめちゃくちゃ可愛いです。このチャイちゃん、チャイ、超ドアップで、えい、どこかこう。このうっすらと淡い感じもいいよね。超鼻声。薬を飲んでも治りません。このアートフィーさんに入ってた謎のなんか2段階に分かれてて、先の方がなんだろう、すきばさみですいたような、この筆使おうかな。これで毛を描こうか。毛を細かく。黄土色。スマホが目の前にあるので避けながら、スッスッス、薄いかな、濃いめにいった方がいい、毛の流れを。白い毛も入ってるんだよね。いい感じに細かい線がシャ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 、飼い主さんからいただいた画像を見ながら、かわいい。なんてかわいいんじゃ。効果音付き、シャ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 、
最近クセソウ出てよ、千鳥の、吉川晃司のモノマネの人を見ていない、いつもシャ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 って。この筆いい、細かい毛が一気に、周りの毛も複雑な色ですね。猫ちゃんは、いろんな色が入ってて、ちょっと毛の流れ、今は6時12分。ちょっとお腹空いてきたね。野菜をたくさん茹でました。ゆで卵も茹でました。この辺白いんだけど、ちょっと茶色い毛が入ってるのね。この辺も。この筆はいいぞ、毛を描くのに。下から覗いて描いてるけど。スマホの。まだ黄土色しか塗ってないけど、いい感じ。シュッ、ふわっとしてる長い毛が可愛いですね。びっくりした顔してるのかね。目のところもちょっと、ほういい感じ。今夜は食べてはいけない ダイエット中のおばあは食べてはいけない、唐揚げを食べちゃうよ。この辺は影でちょっと青を混ぜて。って言った。
ても聞こえないふり。猫ちゃんの目は不思議な色だね。鼻の影、目頭、うん、一気に細い線を3本描いてる。便利。影のところ、影には青を入れて、ちょんちょんちょん、なんか空いたね早く食べろ。あ、洗濯機を回してる。そしていつも干すのを忘れて、影のところには青い木、ポケッとしてるよね。ちょっと鼻の上の毛か、目が白い。不思議な目の色だね。暗くすぎて暗いところに青、そして頭に刺さってる桜の軸を描いて、クリムゾンレーキ、もう動画撮ってる間に勝手に写真が撮れていく。アルバムがいっぱいになっちゃう。なぜか頭に咲く。かわいこちゃんだね。猫は絶対鼻の下がちょっとオレンジ色で、ちょんちょんちょん、
じ色。なんか二重なのよね、片方。ドラゴンのアレンジ、直接オレンジ。花の横口にオレンジ色パパパパパパ、ちゃんの目って不思議な色だね。ちょっとオレンジ色が入ってて、めちゃくちゃ可愛い。可愛い可愛いと褒めればきっと可愛い絵になるんじゃ。この辺でいっぱい動画を終わりにしましょうか。長くなっちゃうと見てる人は大変なので、花の横のオレンジ、茶色だけどオレンジ色で、通知が来た。危ない、ゆらゆらしてる。それでは、ご視聴ありがとうございました。あともうちょっと毛を描いてホワイトを入れたら終わりかな。それではまた次の動画でお会いしましょう。